さあ、こんばんは。今日も始まりました。せーの、おかぱみきとシネマズです。今日も30分間元気よくお届けしていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。ね、シェド君は冷静ですので、この間ね、おかぱみきとシネマズの、はい、ちょっとしたね、プロフィールを作ることがございまして。ああ、はい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 、そう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 。天真爛漫、天真爛漫なおかっぱみゆきと、はい、冷静沈着なシェードっていう ね、うん、そうね、プロフィールになったよね。確かに、まあその通りだなと思いますが、そうそうそんなに冷静沈着でもないけどね。ね、皆さんから見て我々二人ってどういう印象なんでしょうね。まあみゆきは天真爛漫じゃない。天真爛漫ってさ、何、天真爛漫っていうのは、うん、文学部だからそういうの詳しいっしょ。文学部卒なんてね、元気いっぱいってことじゃない。簡単に言うと、そう、あのね、ね、あの、そんなわかんない。ちょっとググってみる。天真爛漫、天真爛漫ってどういう意味なんだろう。ぜひね、皆さんが思うおかっぱみゆきとシネマズそれぞれの印象をね、コメント欄に書いていただければと思います。それで、ね、全部読み上げたいと思いますんでね。全部は難しいかもしれないけど、大体ほぼ全部読み上げたいと思いますんで。お、ともえさんが、みゆきさんが太陽ならシェードさんは月だって。おー、月、そうなんだ、月ね、確かにそれいいかもしれないね、ぴったりかもしれないね、もしかしたらね。ねえ、全然知らんの出てこないけど。おー、琴恵さん、こんばんは。娘も今日だけは夜更かしです。ありがとう。葵ちゃんも見てくれてるの。センキュー、やっほー。こないだは遊んでくれてありがとう。先日、私、仙台に行ったんですけど、仙台。出張に行ってきたんで、はい、その時に、ね、遊んでくれたの。おー、うん。4歳のプリンセスが遊んでくれて、素敵じゃないですか。超楽しかった、可愛くって。でね、私の似顔絵描いてくれたんだよ。おー。そう。今ね、お家に大事にね、保管してあるんですけど。うん、いいね、そういうのね、すごく嬉しいよね。そうなの。思い出になるしね。そうそうそう。でね、半日一緒にデートしてくれて。はい、おー、いいですね。そうそう、お母さんと娘さんでね。そう、すごい仙台を堪能いたしまして、ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました。保護者、保護者。天真爛漫の意味は分かったの？天真爛漫ね。はい。天真爛漫の意味発表します。はい。飾らず自然のままの姿が溢れ出ている様、うんうん、生まれつきの素直な心そのままで、うん、明るく純真で、うん、無邪気な様だって。おー、当たってる？シードから見て。でもさ、あのさ、当たってるんじゃない？生まれつきの素直な心そのまま、生まれつきの素直な心そのままな大人は絶対いないと思うけど。でもね、そこはちょっとあれだよね。まあ、まあ、明るく、うん、無邪気、無邪気って何？次、無邪気をくぐらないと。あの、その、横島な気持ちがないっていうね。うんうんうん、まあ、無邪気の、じゃあ横島な気持ちだから、うん、まあ、横島な気持ちがない大人もいないけど、うん、大体ね、まあ、うん、大体みんな下心あるしね。そういうの取ってきてるよ、こうやってね、うん、あ、明るいことが無邪気なんじゃない、うんうん、なるほどね。まあ、天真爛漫そうに見えるみたいな。天真爛漫、明るいことが無邪気、そう、天真爛漫なイメージってこと。イメージ、うん、おー、冷静沈着はどういう意味なの。冷静沈着はとにかく、うん、焦らず、騒がず、沈着なんじゃない。沈着、なんか沈着って、ね、色素沈着の沈着の、そうそう、沈んでくっついてる感じ、芯、足がついてるんじゃない、そう、そういう感じじゃない、あーはーい、しー、うん、なるほどね。結構ね、同じ大型で同い年なんですけど、そうだね、こうもね、違う人ってなかなかいないと思うんですね。いや、全然違いますね。血液型占いとか信じなくなったもん、シェードとコンビ組んでから。うん、同じ大型なのに、そう、全然違う、全然違う、性格違う、全く違う、うん、私結構なんか、まあいっか、まあいっかって感じだけど、なんとかなるさって感じだけど。でも俺もどっちかっていうと、まあいっかって感じだし、あれ基本的になるように
になると思ってるけど、ね、おあ、分かった。じゃあコアの部分は大体一緒で周りの部分が違うんじゃない？それはあるかも。あ、しののりさんがね、仙台のしののりさん、はい、シェードくんの語り口なんか和むって。 ありがとうございますありがとうございます。初めてそんなこと言われたんじゃない、和むってね。え、なんかでもそのなんだろう、マイペースな感じがいいのかな。あ、シェードマイペースかな。マイペースかな。なんか私の中ではね、なんかすごいリマインドしてくれる、思い出させてくれる、やらなきゃいけないことを思い出させてくれるタイプだから。みゆきはすごい忘れるよね。やばいのもうね、本当に超多動の毛があって、はいはい、もう3歩歩いたら違うこと考えてんの。あ、まあそれもわかるけどね。そう、うん、だからなんかで、ね、家事とかやるじゃん、家で、はい、でご飯作りながら お掃除もしながらみたいな、うん、煮込んでる間にお掃除しながら、その後になんか違うことを見つけてみたいな、あ、洗濯もしちゃってみたいな、はいはい、全部なんかちょっとずつ同時進行するタイプ、うんうんうんそう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 、なるほど、ね、それ煮込み物はそのまま煮込み続けんの？あ、そう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 あ、ちゃんとちゃんとね、コトコト煮込むから。あ、なるほどね、弱火で。そうそうそう、あ、それならいい。大丈夫大丈夫、火事になっちゃう。まあね、その辺気をつけないとね、多動はね。うん、確かに。でもね、だからこそなんかそういうこういうね、ちゃんと思い出させてくれるパートナーと一緒にやれば、うん、なんかもっと素晴らしいものを生み出せるんじゃないかな。まあ、いいんじゃないですかはい、ということでマイペースな2人が今日も30分間お届けしていきますので、ぜひ お楽しみいただければと思います。でね、なんかね、やかましいってコメントついてるんですけど、無理して見なくても大丈夫ですので、はい、チャンネル変えていただいても大丈夫です。本気で言ってるのやかましいなかな、それが声がうるさいのかな。そしたら音量を下げてくださいね、もしね、音量調節していただきまして、はい、よろしくお願いします。でね、リクエスト来ましたよ。中島美嘉さんの桜色舞う頃を歌ってくださいって。おお、懐かしいですね。知ってる？どんな歌か。桜色舞う頃。あ、聞いたことあるか。私は一人。あ、あ、はい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 。あ、いいかもね。もうすぐ桜の時期だからね。桜色舞う頃、私は一人って切ないね。そうだね。まあでもな。もう雪の花でさ、今年最初の雪の花を。なんか金あれ今年最初の雪の花を二人寄り添っ て、 ああ、ね、って、冬には付き合ってたのに春にはもう一人になっちゃうとね、そうですね。あ、これ左右逆になってない？あ、ね、直そうと。文字が読めないですね。ピッピッ、オッケーオッケーオッケー、OK、じゃあ、はい、左右反対も直ったところで、一曲お届けしていこうと思います、うん、前回山田さんからリクエストいただきました、スーパーフライの魂レボリューションというね、結構ね難しい曲をやろうと思います。さっきねリハーサル2回だけやったんですけど、うん、結構ねサビの部分、一番盛り上がる部分のね、ブレース息継ぎがどこでやっていいか分かんなくて結構苦戦しました。まあね、そのどういう風に苦戦してるかっていうところもね、ぜひ見ていただければと思いますので、はい、ではシェル君、曲紹介お願いします。スーパーフライのなんで笑ったの魂レボリューションです聴いてください。さあ、曲紹介も今日もさらっとしてましたね。さあ、魂レボリューション歌ってみたいと思います。間違えたちょっとテイク2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 、はいはい、スーパーフライの魂レボリューションです。はい、聞いてください。さあ、テイク2始まりました。ちゃんと決めの部分はシェルトの練習しましたから、聞けるでしょうか。周りで滑るから
ポーカーフェイス。ドッキリ言葉は災い is love。 頭の中は is no busy。 たとえノンストップ立ち向かえ、人生はショータイム。 The last mine is the reflame。 そう、逆境は得たって最強に変身中。呼び覚ませ炎。 今らの道に原宿アルタでやったんですけど、その時にね、はい、ちょうどゴージャスさんが来られていて、そう、ご一緒したことありますね。えレボリューション、魂レボリューション歌いました。ありがとうございました。 あ、みんなゴージャスって教えてくれてる。 ありがとうね。 Thank you。 ナオリさんもありがとう。ねえ、いいねいいねって、あのリクエストくれた山田さんが言ってくれてます。ありがとうございます。ありがとう。しのぼりさんもかっこいいって言ってくれても、センキュー。ともえさんがさすがみゆきさんだって。ありがとう。褒められて伸びるタイプでございます。ありがとうございます。ねえ、この歌歌ってて楽しかったよ。うん。うん、あのね、ちょっとさ、はい、スーパーフライってさ、うん、ちょっとオラッとした歌多いじゃん。そうだね、ロックンロールって感じだよね。そうそうそう。と思えば愛を込めて、花束をみたいなね、ああいう名曲みたいなのもあるじゃん。うん、確かに、ね、どっちも歌うの好きなんですけど、はい、これでなんかオラッとしたやつも楽しいなと思いました。オラッとしたやつ、あのなな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 、違う、それ違う、ビリリエモーション、それは違う、なんだっけ、オーライトオーライトオーライトななな、オーライト、 It's so light, everybody's so light, oh yeah。すごい、これもね好きです、うん、いいね。また私のカラオケのね、選曲が増えました。山田さんリクエストありがとう。ございます、ね、ございます。結構スーパーフライ合うのかもしれない歌、はい、うん、うん、どう思います。スーパーフライは、うん、合うと思います。なんだろう、同じこと繰り返しただけ。なんだろうね。うん、うん、なんて言うんだろうな、なんだ、言い方が分かんないんですけど合うと思います。ありがとうございます。あの曲も好き、なんだっけ、ワンタイム、ツータイム、スリータイム、振り向いて抱きしめて、すべての原動力は愛、恋する瞳は美しい、うん、これも好きね。なんかね、いろんなそのスーパーフライもね、うん、いろんなそのしっとりした曲も歌うし、こういうオラッとした曲も歌うし、うん、いろんな子を持ってんじゃん。おかっぱみゆきとシネマズもね、ぜひそういうアーティストになりたいよね。あ、そうだね、うん、今ってこうおかっぱみゆきとシネマズってなんかね、音楽ジャンル的には何系なんだろうね。ポップスじゃないかな、うん、ポップスの中でもさ、癒し系とかさ、うん、あるじゃん、なんかそう、オラッと系とかもあるし、
おかっぱみゆきとシネマズの音楽ジャンルは、うん、まあまだそのなんとの確立されてない感はちょっとあるよね。まあそうだよね、うん、CD でリリースしたのもね曲少ないし、まだ、ね、2枚だけだし、うんうんうん、今作ってる音源の中に含まれてる曲が、はい、今ねアルバム作ってるんですよ。まあありましてアルバム作ってて、その中に含まれてる曲と、はいはい、まあ過去リリース発売してるシングル2枚、はい、と紙風船っていうかっぱみゆきのシングルの3、まあ、計3枚で、はい、シングル3枚全体の方向性とかイメージは固まるよね。でもおその明るい曲、その今だと例えばカテゴリーとか、うん、わからないことができると不安になるから、ね、セカンドシングルに入ってる曲です。カテゴリーみたいな、うん、こうちょっと軽快なリズムの曲と、こういう感じで、そうそうそう軽快なリズムの曲と、はい、ミドルテンポで明るい唇に歌声をっていう曲、はい、ブルーな時の合言葉、うん、この番組の ね、 ねエンディングテーマですね。うん、そういう曲のアップテンポで明るい側面と、うん、ちょっとしっとりしてるあの会いたくないとか、あ心ざわつく、うん、そんな毎日君に会いたくない、セカンドシングルに入ってます、うん、そこのバランスを取った曲が入るのが新しいアルバムじゃないですか、ね、うん、あのね私の友達、はい、もともとビジュアル系のバンドやってた人間なんだけど、はい、声がすると雨がめっちゃ好きなので、うん、お、ありがとうございます。ロックな感じ、うんうん、あの雨はね、こないだミュージックビデオが、ヤマトフィルムフェスティバル2019に入選しまして、はい、YouTube でも公開されてるんですけど、ちょっとねロックな感じの曲なんだよね。もうドラムもバン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 って入ってるし、うん、ピアノもバン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 って入ってるし、ギターもギュインだし、ギュインじゃないか、まあ、ギュインかな、ギュインなところもあるし、ベースもバンバンバンだし、うん、ベースバンバンバンだね。そうそうそう、だからちょっとなんかなんていうの、オカパミキとシネマズって実はおとなしいグループなのかなと思いつつも、うん、ロックな曲もあるみたいな、そのロックな部分だと思うんだよね。難しいよね、そのジャンルの方向性を決めるって。そうだよね。例えばさ、うん、スーパーフライさんだったら、スーパーフライさんっていうのもおかしいけど、うん、スーパーフライだったら、yes. コンセプトがさ、うん、もうロックじゃん。ロック、うん、コード進行って言ったらあれだけど、うん、曲の雰囲気もロックだし、そうだね、ステンドファイチャートンがってっていうぐらいだね、うん、でそのロックな雰囲気を軸にしつつ、うん、感動のバラードがあるっていう、はいはいはい、のその二大攻めじゃん。奥行きをね、奥行きを出して、うん、でボーカルの方、名前忘れちゃった、忘れちゃった、すいません。おちしほさん。おちしほさん。うん。しほさんが小柄でさ、yes. 可愛らしい。ね、背ちっちゃい子が、そうそうそう、背、うんうん、ちっちゃい小柄な子がパワフルな、パワフルなロックを歌うっていうギャップがあって、yes. 感動のバラードがあるっていうところが、まあコンセプトになってるわけじゃないですか。例えば相川七瀬さんとかもね、女性がロックを歌い上げる。もっと激しい夜に焼かれたい No no それじゃないそうで、そういう好きすごい、うん、コンセプトから作り上げていくと、はい、結構ね音楽性も決めやすい気はするけど、例えばバンド、うん、ビジュアル系のバンドの人たちだったらビジュアル系っぽい曲をやるとちょっとやっぱそれっぽくなるし、でそこに歌謡曲っぽいテイストを入れるとより嬉しいに、うん、気はするけど、ね、私のあのシェブ君も知ってる、ね、うん、あのお友達の中であのビジュアル系なんですけど軍隊をモチーフにしてる、あこうなんか挨拶が全部敬礼っていうね、うん、あのありますけどね、そういうコンセプト作り込んでるのもあるよね。曲のことをウェポンって言ったりとかいいですね。そう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 、まあ、曲が武器ですからねバンドもね、うん、時代が時代だったらなかなか言いにくいね。あそうだよね会長とかですよ名前が。あ、なるほどね。まあ、おかっぱみゆきとシネマズだったら、はい、まあ、さっきまでの天真爛漫な天真爛漫なおかっぱみゆきさんが、はい、まあこう看板じゃないですか。可愛くて。お。可愛くて。聞きました聞きました、はいはいはい。絶対、まあ、あんまり褒めない人が、はいはいはい。ほんで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 、ポンと上げて面白くて、はいはいはい。褒めれば空まで飛んでいきそうなおかっぱ天使ラムのおかっぱみゆきさんが、うん、まあ元気よく歌うポップスと、うん、
しっとり聞かせる感動のバラードっていう2体の軸があると面白いと思う。なるほどね。じゃあ感動のバラードをちょっと作ってからだね、うん、今後。ただその感動のバラードはいっていうのも確かに1曲欲しいですよね、うん、ピアノで歌ってみたいな。ただそれもあるんですけど、うんうんうん、今作ってる曲は、うん、感動のバラードっていう感じでもないな。確かにね。え、感動のバラードといったら連想するテーマ何、はい、卒業。いやーそうだな。別れ。個人的には、うん、なんかおかっぱミキスシネマズミーティングになっちゃったけど、いいよ公開ミーティングしよう、うん、個人的には季節感に左右されたくない気はする。はい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 、まあ、季節感を武器にするって考え方もあるんだけど、うん、例えば卒業ってなるとクリスマスシーズンですけどってなってきちゃうから。なるほどね。 その時期によっては。なるほど、ね、そういうんじゃなくってやっぱ出会いとか、まあ卒業もそうなのよね。出会い別れ年中歌える。あとは恋愛。恋愛、うん、まあそれこそあれじゃない、例えばその赤ちゃんみゆきのそのおー、yeah! うん、マイドウター。毎度俺の俺じゃないよ。で娘子供に対する愛情とかでもいいかもしれないしね。なるほどね。あ、娘に対してはですね毎日作曲してまして、お風呂に一緒に入ることが多いんですね。配信の時はねパパがね入るんですけど、一緒にお風呂入る時にはねもうねあのうちの娘ゆいって言うんですけど、はい、ゆいちゃんあわわゆいちゃんあわわとか言いながら入ってます。逆にねパパがお風呂入れてくれて、私があの、お迎えして、はい、クリームを塗ったり拭いたりする時には、はいはい、ゆうちゃんぬりぬりって言ってワキキワキキとかって言ってる。そういう人がねこうバラード歌うといいんじゃない。そうワキキワキキとか言ってる。そしたらもうすごいニヤニヤしてて、ね、子供可愛いんだよね。あとね、毎日そうやってやってるので、はい、もう多分アルバム3枚ぐらい作れるぐらいは作曲してます。まあ寝かしつけの時も毎日違う歌だからね、うん、うん、いいんじゃないですか。でも今ね作ってるアルバムの中で1曲、うん、はい、今後のなんかおかっぱみゆきの方向性としてこう1個軸になりそうな感じだなって思ってる曲は1個あって。どれ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 、なんていうタイトル。あの夢の中へ。あ、夢の中、うん、っていう曲があるんですけど、その探し物は何ですか、見つけにくいものですか、そのカバンの中も机の中も探したけれど見つからないのにまだまだ探す、邪魔してますね。時間があと1分ちょっとしかないで、ね、あのコメントいただいてますよ。ます、カテゴリーに毎日勇気づけられてますって、どもえさん。で山田さんがね、おかっぱ引きのシネマズは勇気与える系って言ってます。うん、あとね、スーパーフライ大好きなんでベストアルバム買ったって言ってますけどね。ぜひ私たちがアルバムを出すときもご購入よろしくお願いします。うん、で、ね、心をつなぐものが好きっていう人もいるよ。うん、でね、あ、慎吾ママの、慎吾ママみたいな曲も。あー、オッハー的な。そうだ、オッハーで迷うチュッチューだね。懐かしいねマヨチュッチュってカロリーすごいね。いただきますでね。懐かしいね。超懐かしい。え、シェードママ。そうですね。シェードママ、楽しみにしてます。うん、皆さんお楽しみに。じゃあシェードママの曲。カップラーメンしか出さないけど。あ、いいじゃん。カップラーメン好きシェードママのなんちゃらみたいな感じでいいかもね。あ、それで言おうと思ってたんだけど、ブログ書いたじゃん、カップラーメンの、はい、書きました、ね、こっそり書いた、こっそり読んだんだけど、みんな読んだ、はい、シェルくんがね、あの前の放送でカップラーメン王になるっていうことで、はい、カップラーメンのレビューを食べたやつどんどん書いていくっていう企画が持ち上がって、はい、で今ねこっそりこの間初めて書いたんですよ、うん、昨日一昨日日曜日に書いたかな、一昨日か、一昨日だね。そうでね、私ね、あの上がってんの見つけて読んだんですよ、はい、まあね、ツッコミどころ満載よ。あら、そうですか。あのね、まずね、まずね、あの初回、はい、カップラーメン王に俺はなる第1回っていうねタイトルだったんですけど、はいはい、あの最初がね、ペヤング焼きそばなんですよ。カップ焼きそばやん、カップラーメンちゃうやん。いや、もうそのシェイドの中で、うん、
シェイドワールドっていうのがあってシェイドワールドの中では、うん、カップ焼きそばのカップラーメンの部類に入ってるの。そうなんだ。そうでもカップ、まあね、じゃあそれでいいとするよでまずね、100歩譲って、まあ、カップ焼きそばはカップラーメンの一種ってことにしといてあげるよ、はい。でさ、でね、そう書いていく、書いて読んでる中でね、はい、あの3分待たなきゃいけないってことで、はい、3分、スマホで測ってやったんですけど、うん、過ぎてましたって言って、はい、書いてたじゃん、はい、でその画面のね、スクショが貼ってあったって見たら、うん、ストップウォッチだったんですよ。ストップウォッチ、ストップウォッチですよ。違う、使うのはタイマーでしょ、タイマー。そりゃ過ぎるわ、4分半経つわ、それはもうもうね、もうずっと一人で突っ込みながら読んだもん。ちゃうやーってタイマーだそこはっつってね、ストップウォッチだ。カップ麺作るときにストップウォッチで時間計る人初めて見た。衝撃の告白があるんですけど。なんでしょう。過去、うん、スマホで時間を測るようになってからカップ麺食べるときに、うん、今までカップラーメンを食べるときに時間を測る、うん、時間を測るときに、はい、タイマー1回も使ってません。え、今まで何使ってたの？ストップウォッチだからそれを言われて、あ、確かにって思った確かに確かに。なんでストップウォッチ使ったの？え、そこにストップウォッチがあるから。タイマーもあるでしょうよタイマー使ってないね。っていうか今まであんまりそのラーメン食べるときに、うん、あんまり時間計ってないなと思って。お、例えばお湯入れます、うん、パン食べて、おにぎり食べて、うん、最後カップラーメン食べようって思ったときに、パンとおにぎり食べたぐらいの時間でなんとなくできてるから。あ、なるほどね。もういいや、ちょっと硬くてもいいやって感じなんですね。うんうんうん、で、それがストップウォッチを使ってしまった原因だと。うん、まあ次からタイマーにしますシェイノさん天然って言われてるよ。そうなんですよ、超天然です。もうご本人はね、しっかりしてるつもりみたいなんですけどね、はい、でね、しょうこちゃんがみゆきちゃんの方がしっかりしてるって言ってる。そう、私ね、いつもお友達のキャラの中ではちょっとあんま何も考えてないタイプのキャラなんだけど、その私が しっかりして見えるってそうそう、しょうこちゃんにね、いつもね、飛行機も私間違えそうになった時連れ戻してもらったりとかね、うん、そう、いろいろね、お世話になってるんですよね。え、そんな私が、私でさえもしっかりして見えるというシェイドさん、あ、いいかもしんない。なんかさ、その相対効果でさ私がすごいなんか、あのしっかりして見えるキャラみたいな。あ、まあそうね、シェイド君はちょっとなんかしょうがないなっていう、女性からなんか愛されるキャラみたいな母性本能をくすぐるみたいな、そういう作戦でいく。ちょっと、いや、いいけどなんで笑ってんの？カップラーメンね、確かにカップラーメンの話になった。うん、まあ次からも、あの、ね、また書きますんで。もうだって初回でそれですからね。次回むっちゃ楽しみです、私。まだ読んだことない方は我々のね、ナイスラブレコーズのサイト、あとで URL 貼っておきますので、ぜひポチッとしてシェイドくんのブログ見てください。お願いします。今日もね、この配信の裏側をレポートしてくれますので、ブログで楽しみに、うん、お願いします。ということで、あと1分なんだ、シェイドくん。何気に時間がね、カップラーメン盛り上がった。ということで、そろそろエンディングテーマに移りたいと思います。はい、ね、あっという間の30分でした。皆さんね、見てくれてありがとうございました。次回は金曜日の、9時半から行いますので、ぜひね、皆さんまた見てくださいね。コメントもお待ちしています。ということで、最後エンディングテーマはシェイドさん、曲紹介お願いします。それでは聴いてください。おかっぱおかっぱミートシネマズで唇に歌声を。ブルーフルな時の合言葉、出るのっていう風に言ってます。あの、4月20日に復活します。お楽しみに。ため息色のあの日の僕はないものばかり数えていた。一人ぼっちのような気がして、自分のことしか見えなかった。ありがとうの数を数えてみたら、一人じゃないことを知って
まっております。詳しくは私たちのサイトをチェックしてくださいね。本当に大切だと思ってる誰かを大切にするには自分も大切にできるような強さが必要だと知ったよ。きっと未来の自分が見たら大したとこないって言うだろう。ブルーな時の合言葉さんが一緒に歌ってるよって、ありがとう、超嬉しい。あのお知らせ、仙台おかわり公演、ご依頼が来ました。また仙台に行くと思いますので、その時ぜひまたよろしくお願いします。おかっぱミュージカルシネマズ、お呼びいただければ全国どこへでもライブしに行きます。世界中安全な場所からどこへでもライブしに行きます。ぜひご依頼お待ちしております。おかっぱミュージカルシネマズでした。ありがとう、みんなコメントもセンキュー。すっごい楽しかったよ。次は金曜日夜9時半から。